おつまみ、3月の初めにアジア最大級食品飲料の専門展示会フーデックスジャパン2017が開催されました。日本の食べ物といえばお寿司、天ぷらなどが 有名です。今回の展示会では他の日本の食べ物を海外の人たちに知ってもらうために新しいエリアができました。そのエリアはおつまみを 特集したエリアです。おつまみとは、お酒と一緒に楽しめる食べ物です。日本には、枝豆やおかき、チーズ、スルメなど、たくさんの種類のおつまみが あります。また、居酒屋などのメニューにも、お店によって違ったおつまみが一品料理としてあります。海外ではまだおつまみという言葉を 知っている人は少ないようです。ですが、日本酒の人気と一緒に、おつまみの人気も広まる日がやってきそうです。です